と来てるわね。これが特務支援課が処理する支援要請ってわけだね。ああ、基本は1日1回まとめて送られてくる決まりだ。どこまでやるかはこちらの裁量に任されてるけど、この緊急と書かれているものは必ずやっておいた方がいいだろう。なるほど、合理的だね。期間が長めに取られてるものは次の日に回してもいいってことかな。なあ、そうなるかな。一応毎日チェックしたら提示された期間も変わっていくから。それと捜査手帳をチェックすればそのあたりの状況も確認できるわね。捜査手帳というと、エリーさんが時々書き込んでいた黒い手帳のことですね。ええ、これね。基本的に捜査や支援要請で何か進展があったらこれに書き込む。そうすることで複数の案件を管理することが可能になるわけさ。あと先日オーブメントエニグマについての説明もフォローしてくれているんだ。ふん、割と便利じゃないか。ま、いずれはそんな手帳も動力化されそうな気がするけど。そうね、ティオちゃんからそういう研究もされていると聞いたことがあるわ。そこまで動力化されるのはなんだか抵抗があるっていうか。確かに紙とペンの方がしっくりくるのは同感だよ。ま、ざっと説明するとこれが支援課の基本スタイルだ。まずは端末に来ている支援要請を一通りチェックしてみよう。了解しました。開けてのお楽しみだね。緊急2件に手配魔獣が2件ですか。エニグマ2の件はともかく、もう1件はかなり特殊ですね。ええ、あのレクターって人がまたクロスベルに来ているなんて。シュバルツオークションの時にいたあのとぼけたお兄さんだね。どう考えてもただものじゃないとは思ったけど。捜査一課で研修した時に彼についてのファイルを閲覧した。帝国軍情報局所属レクター・アラン・ドール特務隊員、帝国政府の二等書記官としての肩書きも持っているらしい。情報畑の人間ですか。政治的な工作もできるような情報将校みたいね。捉えどころがないのも高度な倒壊の技術なのかしら。半分以上素な気もするけど、しかし帝国政府の書記官で軍情報局の所属ってことは、あの有名な鉄血宰相の腹心ってところなのかな。どうしてそんな背景までしれっと通じてるんだか。ああ、一家の情報によるとオズボーン宰相の懐刀の一人らしい。昨年宰相と共にクロスペルを訪問して非公式にハルトマン議長と会談したことが確認されている。それは本人も言ってたわね。冗談みたいな口ぶりだったけど、まさか本当だったなんて。どう考えても一筋縄ではいかなさそうな人ですね。面白そうじゃないか。となるとまずは市内での支援活動が優先ってわけかな。ああ、手配魔獣が一件街道に手配されているけど、そちらは後回しにしておこう。ルバーチェの消滅から数ヶ月、そろそろ裏社会で新たな動きが起こっているのは確かみたいだ。ヘイユエの動き、それから帝国政府の動きね。月末に開かれる通商会議もかなり影響していそうだわ。通商会議というと、新市長が呼びかけた首脳クラスが集まる国際会議だね。ええ、ディーター・クロイス新市長、彼が主催する帝国、共和国、リベール、
レミフェリアの首脳が一堂に会する経済関連の国際会議、西ゼムリア通商会議というのが正式名称ね。まさか就任直後にあんな大規模な国際会議の開催を呼びかけるなんてな。さすがは IBC の総裁を兼ねているだけのことはあるか。直接お会いしたことはないですけど、ものすごいやり手って話ですよね。そういえば和治君は新市長にお会いしたことがあるんだっけ。ああ、推薦状をもらった時にね。いくら独立愚連隊とはいえ、警察の部署への推薦状を不良少年にくれるなんてね。僕が言うのもなんだけど、気前が良すぎるおじさんだよね。いや、笑い事じゃないんだが。おじさまはおじさまで、はっはっは、面白い子だね、とか言ってたし。おう、やってるみたいだな。セルゲイ課長。おはようございます。ああ、そのままでいい。基本的にうちは放任主義でな、よほどのことがない限り俺の方からは口出ししないから、適当にやっていくといい。理解のある上司ってわけだね。そう言えなくもないんだけど。課長の場合、理由の半分は面倒くさいからですよね。分かってんじゃねえか。ただまあ、今日は例外的に俺の方から指令がある。え？課長からですか？一通り支援要請を片付けてからでいい。警察学校に行ってもらう。警察学校に？西クロスベル街道の途中にある演習場もある場所ですよね。ロイドとノエルにとってはおなじみの場所だったな。こちらの準備が整ったらエニグマで連絡する。それまでは市内を回りつつ支援要請をこなしていくがいい。了解しました。ですが、一体どういう要件で？それは行ってからのお楽しみってやつだ。そんじゃあな、また後で連絡する。ノエルさん、非常に申し訳ないんだけど、これが支援課のスタイルなの。まあ好意的に考えれば、俺たちの自主性と判断力を育ててくれているんだろうけど。なるほど、さすがはセルゲイ課長ですね。ものは言いようだね。で、早速街に出るのかい？ああ、そうしよう。そういえばキーヤが日曜学校に行くって言ってたな。課長も出かけたことだし、一緒に出た方がいいかもしれない。そうね、3階に上がってキーヤちゃんに声をかけましょう。この数式にこの値を代入すれば。できた。キーヤ、キーヤ、確か今日は日曜学校があったはずだろ。出かけなくてもいいのか？あ、うん、もう待ち合わせの時間かも。みんなもお仕事に出るの？ええ、よかったら一緒に出かけようと思って。あら、日曜学校の予習をしてたの？そんなとこ。キーヤちゃん偉いな。日曜学校の予習なんて私はほとんどしなかったかも。僕はどちらかというとほとんど授業に出なかったかな。下手な神父に教えられるより
自分で勉強した方が効率いいしね。マジ？あのな、キーヤちゃんに悪影響を与えないでほしいのだけど。パパたちがお怒りだ。あれ？ワジ？どうしたの？さすがクロスベルはいろいろ進んでいるなと思ってさ。それより出かけないのかい？そうだな。キア、一緒に出るか？よし、それじゃあ行くか。キーヤちゃんと一緒なら裏口から出ましょうか。これって、いつの間に。あれ、支援課の裏口ってこんな感じでしたっけ？へえ、いかにも工事中って感じだけど。あ、そっか、ロイドたちは知らないんだ。ロイドが出張した後、工事の人たちがやってきたの。課長が呼んだみたいだけど。そうなのか、昨日は気づかなかったな。しかし課長、一体どういうつもりなんだ？何か理由があっての工事だと思うけど、いずれにせよこっちの方は通らない方が良さそうね。ああ、1階の玄関から出よう。おーい、キーヤー。あ、ビューニャンリー。おせえよ、パン屋の前で待ち合わせだったろ。そろそろ授業が始まるよ。ごめんごめん。やあ、リュウにアンリ、相変わらず元気だな。いつもキーヤちゃんと仲良くしてくれてありがとう。お久しぶりです。へへ、久しぶりじゃん。キーヤから聞いたけど、支援課また始めんだってな。ああ、おかげさまでね。いろいろパワーアップしているから楽しみにしててくれよな。へへ、言うじゃんか。ま、今の兄ちゃんたちだったら遊撃士と同じくらいは認めてやってもいいかな。だから龍、偉そうだってば。さすが支援課、子供にも大人気みたいだね。あれ、そっちの姉ちゃんたちは？見かけない顔ですね。そういえばティオさんにランディさんもいないし。二人は用事があってまだ戻ってきていないの。こちらはノエルさんにマジ君、支援課の新人さんたちなの。よろしくね。おう、よろしく。って、あれ、そっちは男なのか？なんか女みたいな顔してるけど。ちょっと、リュウ。どうだろうね。君が女だと思うんだったら、その通りかもしれないよ。だからワジ、子供を惑わすんじゃない。それより3人とも急がなくていいのか？あ、そうだった。それじゃあみんなお仕事頑張ってね。ああ、キーヤも頑張れよ。車には気をつけてね。うん。よーし、そんじゃももんちに寄ってくか。うん、急ごう。元気な子たちですね。西通りに住んでる子かい？ああ、
もう一人は住宅街に住んでるんだけどね。さてと、俺たちも仕事を始めよう。とりあえずそこのオーバルストアと警察本部には寄るとして、できれば市内も一通り回ってみた方がいいかもしれない。なるほど、パトロールというわけですね。そこまで大げさなものじゃないけど、意外な情報が入ってきたりするから巡回も大事だったりするのよね。しばらくしたら課長からエニグマに連絡が入るだろう。それまでに市内で気になる場所に行っておこう。了解しました。それじゃ行こうか。ダメだって言ったでしょ。レベッカさん、お疲れ様です。ご無沙汰していました。特務支援課再始動ですね。早速支援要請を始めていらっしゃるんですか。ええ、新メンバーもいますし、市内を回りながら一課の要請を受けたんですけど、エマさんはどちらに。そこの会議室でお待ちですよ。一課からの協力要請なんて皆さんも出世されましたね。なんだか感慨深いです。いや、そんな無理難題を押し付けられなければいいけど。もうマジか。とにかくエマさんから話を聞いてみよう。頑張ってくださいね。来ましたか、バニングス捜査官。どうもエマさん、その節はお世話になりました。一課での研修のことであれば世話したつもりはありません。あくまでダドリーさんの指示に従っただけのことです。数字は悪くありませんが、一課への誘いを蹴って支援課に戻ったのは理解に苦しみますね。すみません。いろいろあったみたいね。確かにロイドさんだったら他の部署も欲しがりそうですよね。まあいいでしょう。早速本題に入ります。ここに来てということは手伝ってもらえると考えてもいいのですね。ええ、もちろんです。何でもあのレクター・アランドールがクロスベル入りしているとか一家ではそう掴んでいます。ですが残念ながら未だ確定できていません。それはどういう。所在が確認できないということでしょうか。そもそもクロスベル入りしたというのが不確かな情報なんです。それらしき目撃情報はある。だが足取りを追おうとするとカゲロウのようにぼやけてしまう。おそらくこちらの動きを察知して捕捉を逃れているのだと思います。なるほど。とんでもない人ですね。まあ、あのお兄さんならそのくらいはやりそうかもね。そこであなたたちにレクター・アランドールの滞在事実を確認してほしいのです。本当にクロスベル入りしているのか、それとも何らかの偽装情報なのか、可能ならば帝国軍将校ないし帝国政府の書記官としての身元確認も頼みたいと思います。わかりました。ですがどうして私たちに。以前あなた方は彼と何度か接触しています。それにかけてみることにしました。なるほど。エリートの割には意外と柔軟な対応なんだね。仕方ないでしょう。人手を割けば捕捉は可能ですが、下手をすれば外交問題になりますし、それ以外の案件も抱えています。ダドリーさんがいらしたらあなたたちには頼まなかったのに。
そういえばダドリーさんはどちらに？昨日の夕方、通商会議の警備の打ち合わせでリベール方面に向かいました。戻るのは明日になると思います。そうだったんですか。お忙しそうですね。ですから彼が帰ってくる前に何とか片付けておきたいのです。どれだけ出張で疲れていても引き受けてしまう人ですから。なるほど。確かにダドリーさんならそのくらいはしそうですね。わかりました。引き受けさせてもらいます。とりあえずどのあたりでレクター隊員が目撃されたかわかりますか。そうですね、真偽は定かではありませんが、裏通りのあたりで見かけたという情報があります。裏通り、旧ルバーチェの近くですか。うん、それっぽいじゃない。わかりました、早速調査に入ります。よろしく頼みます。私は一家で待機しているので報告の時は受付で呼んでください。それでは失礼します。ずいぶん一家の研修でお世話になったみたいね。ああ、態度は厳しいけど今節丁寧に教えてくれたよ。なんていうか気真面目な人なんだと思う。そんな感じですよね。まあそういうお姉さんほど癒しを求めているものだけどね。今晩あたり飲みにでも誘ってみようかな。あのな、とにかく当たりをつけてレクターさんを探してみよう。まずは裏通りからだな。ええ、行きましょう。